はい皆さんこんばんはしょうがないとです、えー、本日はですねあのー、いつもとはちょっと違った動画と言いますか新しいちょっと試みに挑戦してみようかなと思ってますあのー、私あのー、中学時代とか高校時代時代とかってあのー、すごくあのー、黒歴史が多いんですあのー どこの思い出を振り返ってもあの黒歴史にちょっとつながってるっていうようなあの感じの学生時代にを過ごしてまいりましてですねあのこの間ちょっと栄養のリルーズリーフにね書き出したんですけどもうルーズリーフがいっぱい埋まるぐらいけえっ、ー、とね 合計中学と高校だけで三十個。あのー、黒歴史のエピソードっていうのがね、あのその時三十分ぐらいで思いついた。ので、それぐらいあったので。あのー、そのね、エピソードの中でも、あの音楽に結構ひめ紐付いてる。あのエピソードっていうのがね、あるんですよ。で。そのね、エピソード、今回このね、o u t u b e チャンネル、あの音楽の話を。よくさせてもらってるので。あのー、黒歴史をね、一つ。 お話ししてですね。あの、その曲を今後明るく歌えるようにですね。あの消化していきたいなっていう風に思っているわけです。なんでちょっと皆さんにはね。あのあの聞く証人となってもらってですね。私のあの黒歴史をあの一緒に受け止めていただくで、あのその黒歴史のエピソードをあのお話しした後にですね。私、あのその曲に。 そのの曲への思いをですねちょっとあの作品として、あのー、発表させていただきたいかなと思っておりますのでそちらもちょっと一緒に見ていただいて、あのー、ちょっと辛い時間が続くかもしれませんがあの心してですねあの多分私の動画をご覧になっているような方ですからあの皆さんも学生時代黒歴史がたくさんあると思うんです。ななんでそういういいねね自分の思いと重ね合わせながら、あのー、一緒に あの中学時代の自分っていうのを慰めてあげようというようなあのとてもハートウォーミングな企画になっておりますのであのちょっとお付き合いいただければと思います今回ですねあのお話しするあのエピソードタイトルは和田積みの木ですはい和田積みの木はじめ千歳さんのまあ楽曲有名な楽曲ですけどもその 渡積の木にあの関するエピソードがね一つあるのでそちらをちょっとお話しさせていただきます中学の、えー、1年でしたかね中学の1年の時に私あのすごく仲のいい女の子がいたんですよあの中学もう3年間ずっと仲良くてあの小学校の時から同じでで 小学学校校から中学校、まあ、同じ地域に住んでたら同じ中学に行くことが結構多いじゃないですか私立とかじゃなければあの同じ中学に入って同じクラスだったんですよ小学校の時そんなにその子と仲良かったりとかはしなくって中学で同じクラスになってであの僕中学から塾に通うようになったのでその塾が同じ塾だったんですね。であの家もも近かっったのもあって同じあのようにに一緒に 塾への行き帰りとかを一緒にするようになってどん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 仲良くなったような感じだったんですけどうんその女の子があのすごく自分と話があってあのね当時 NHK のね爆笑オンエアバトルって覚えてらっしゃる方いますかねあのお笑いの番組だったんですけどその番組のヘビーウォッチャーでその子がまあお笑いが基本的に好きだったんですけどあの何だっけな えとね、テ,ンダラテンダラと針金ロックと「あダイタヒカ光と田上義江が大好き」っていうねその感じの女の子ですごく笑いの趣味があってであの音楽の趣味とかもすごくあったんですね。でめちゃくちゃ話が合うから本当に四六時中一緒にいたんですよ。あの塾の時も授業の部屋も一緒だったしご飯行く時も一緒にいて。 で、帰る時も一緒に帰ってっていう感じだったんで、あの学校の担任の先生もそうだし、塾の担任の先生もまだ付き合ってんのかって聞くぐらい、本当に終始一緒にいたんですよね。で、まあその女の子とあのある日、あの恋バナになったんですよ。あの好きな子いるのみたいな感じの話になってで。まあ私も当時本当にちょうど初恋をねした時だったんですよ。 あの同じクラスの男の子ってあのサッカー部の子だったんですけどすっごい背の高くてあのアンガールズみたいな体型の子だったんですけどすっごい自分がその背が低くてあの体格がボッてしてるタイプだったんで。あの 自分に持ってないものを持ってるっていうか、身長が高い人ってなんていうのかな、あのすっごい遺伝子頑張ってるんだと思って興奮してきちゃって、あのそれが初恋だったんですけど、その男の子がすごい好きになってた時期だったんですよ。なんでまあ好きな子いるのって言われたから初恋もあったし、あのうんいるよって言ってでえ自分はってその女の子に聞いたんですね。その女の子に聞いたらその子もあいるって言ったんですよ。私その子がうんとその恋愛的なことを やってるっててるううようなあの印象が本当に僕とずっとに一緒にいたのでそんな雰囲気全く感じたことがなくって「あえ好きな子いるんだ」と思って「え誰誰?」って聞いたら「いやでも絶対く君知ってるし分かってるよ」って言ったんですね。で「え誰だろう?」って思ってまあ気になるじゃないですか。で気になって誰「誰だろう誰だろう?」と思ってたんですけどまあ、私もねすごくあのー、なんていうのかな感えいいというか。あの 察ののいいタイプなんであのあれもしかしかかてて自分なのかなのって思っ思たんですねもうずっと一緒にいたし話もよく合う生き返りもずっと一緒でもう2人でいてて何の苦労もないっていうような感じだったからあ俺のこともしかして好きなのかなと思ってまあドキドキするけど。あの 言えなないいじゃないですかそんなの自分から「あのえ俺のこともしかして」なんて言ったらちょっとねあの気取ったやつみたいな感じになるかなと思ってあの全然知らぬ存ぜぬであの気づかないふりして「え誰誰?」ってその子から言ってくれるのを待ってたわけですよ。待ってたらねあのその子が「えだって伊藤ちゃんずっとイラスト描いて渡してくれるじゃん」って言ったんですよね。あのあ,そうあののそう 皆さんちょっとあのお話ししてなかったんですけど私その初恋してるって言ってたじゃないですかあのサッカー部の子に。でその子の好きだっていう気持ちがあの有り余ってその子を自分の席からその子を見た時の机に座ってる様子っていうのをノートいっぱいに落書きというか模写してね 書きまくってたんですよ。あの、椅子に座ってる姿とか帰りの自転車に乗ってる。あのその何て言うかな？背が高いからさ、ちょっと猫背になりながら漕いでる感じとかをめちゃくちゃ精密に模写してもう何百枚と書いたんですよね。で、あのその？中のいい女の子に私その子になら別にあげてもいいかなと思って。これ誰かわかる？みたいなあの？ クイズ形式でね。あの上げてみてえ、あの子じゃないってサッカー部の子ってをその女の子が当ててね。あ,あ、そう、正解みたいな感じで、あの好きだっていうのは隠してその子に渡してたんですね。で、あの、自分がすのその初恋の自分としては、もう絶対に叶わない恋なわけじゃないですか。男と男だからね。で、絶対に叶わない恋だし。 もうどうすることもできないこのフラストレーションをその女の子にそのイラストを上げ続けるっていうので解消してたんですよ。それがねさっきの言葉とつながるんですけどエトちゃゃんんだっっってててずっとイラストくれてたじゃんってその女の子は私がその子がサッカー部の子を好きだっていうのに感づいててあの私にイラストをくれてると思ってたわけですよね。で 自分は全くそんなことないし大親友の女の子が恋敵だってそこで気づくわけじゃないですか。ででも俺も好きだなんて言えないし「あああの子でしょ?」ってその時はもうごまかしごまかしであ,のあたふたしながらね「ああ分かってたよまあまあだろうな」と思って絵はあげてたんだけどみたいなあのグズなねちょっと女やっちゃってたんですけど。 まあ帰り道一緒になるからね、その子と一緒に帰りながらあのその子は自分が好きな子を共有できたっていうのですごい楽しく話しかけてきてくれてその子の話とかもするわけですよ「あこがかっこいい」とか「あの時好きになったんだ」とかっていう話を。 言われながら自分は「ああそうああ分かる分かるあの子かっこいいもんね」みたいな話をしててで最近この曲好きなんだよねってその子があのイヤホンを片耳くれたんですよ。であのね「ああ」と思ってピッてつけたらそこで流れてたのが「はじめちとささの和田つみのき」だったんです。で <laughs> 私、まあ、わだつみの木もね、まあ、その子とすごい趣味が合うっていう話さっきもしてましたけど私も大好きな曲でその時「いとちゃんもこの曲好きでしょ?」って言ったからいろんな思いを込めてね私は「やっぱ好きなもん一緒だね」って言ったんですよ。で、ね、そのままパーッと帰って家に。 2階だったんですけど階段をダカダカて上がっていきながらもう布団に真っ暗なんで電気つけないまま布団に潜ってもうバンバン泣いてもうその日からね私も「和田つみの木」を聞くと「つみの木を聞かなくてもうはじめしとせ」っていうね文字列を見ただけでその苦い思い出がよみがえってもうすごい「うっ」ていう顔しちゃうんです。ままあああ今回ねねこうやってお話ででできたんで、まあ、私もです、ね、あの このから先ねずっとこんな気持ちを引きずっても初恋のエピソードですからあのいるわけにもいかないということでですねあの先ほどもちょっと一度お話しさせてもらいましたけどもあのちょっと作品として私が紹介してあのこの話締めさせてもらおうかと思います。 「遠くに慣れてし